お待たせしました。ち、姉さんとの楽しいひとときを邪魔するな。いや、邪険な態度ばかり取っていては姉さんに嫌われるかもしれない。形だけでも。ノイドさんの料理美味しいでしょ。ふん、料理ごときで簡単に認めると思うなよ、外道が。